はい、チャオ a 岡カメです。今日はですね、5月の17日月曜日のですね、注目株、注目銘柄についてお話していきたいなと思っております。で、今日はですね、結構お宝級っていいますか、いい銘柄ですよね。あのー、まあ、鮮度。 まあ、寿司でいう鮮度ですけども、まあ、結構ね、ファンダメンタルとかテクニカルのね、面で、まあ、あの、お宝級の銘柄がたくさんありますので、まあ、その点をねえ、早口でご紹介していきたいなと思っております。で、今朝も、ね、終盤ですので、まあ、結構ね、えー、まあ、ファイナルチャンスになるんじゃないかなと思っております。それでは行ってみましょう。まずはね、日経の振り返りなんですけども、金曜日ですね、636円高ということで、バゴッと上がりましたね。バゴバゴバゴッと上がったので、 まあ、ようやくね、あの、僕的にはね、買い方なのでね、まあ、今後つなぎ合っていく可能性ありますけども、よかったな、みたいなね。えー、まあ、もちろんね、この後、もし大きく下がった場合は、まあ、美味しい買い場になる可能性はあるんですけども、まあ、一狩り行こうぜ、みたいなね、モンスターハンターみたいなね、一、えー、狩り行く前にね、上がっちゃったかな、とになりますので、まあ、ここでね、上がるとね、お衣装もなかなか発生しにくいですよね。もちろんね、あの、危機的なね、状況だったので、えー、慌てて、損切りとかね、えー、まあ、お衣装前に、えー、なんて言いますかね、利をして した人はとかね利確を増やした人とか言ったかもしれないですけどももうちょっと下がって2万7000円ぐらいはね下がってくると追い勝がね連発した可能性がありますそうすると一気にね2万6000円ぐらいまで下がる可能性があったんですが、えー、その前に上がったっていうことになりますのでまぁ、あ、人休憩あの小休憩になる可能性もありますよねさあこの後はどうなるかっていうところになりますがまあ、それはねちょっと別の番組で置いておいてでマザーズですね、えー、プラス19ポイントだかということでまだ、あ、座ねひたすら弱いっすよね これはまあ、なんですかね。まあ、人気がないんですよ。で、相場っていうのは、えー、株式当時は人気なので、人気商売なので、YouTube もそうですよね。えー、まあね、あの、人気がなくなってくるとね、やっぱりだんだんこう、周りからね、こう、なんていうか、遠のかれてしまいますよね。まあ、そういった意味では、えー、マザーズもね、えー、人気がない。そう、その一言につきますよね。新、えー、興株とかね、えー、こういった成長株が今、旬じゃないんですよね。旬じゃない。 まあこれが一番ね分かりやすい。それ以外のね、理由ってもちろんありますよ。でもね、別に個別銘柄を、まあそのね、は人気があったり人気はなかったりするので、まあ全体として盛り上がってないんですよね。だこれはでも別に今後は分かんないですけどね。今後は今はね、バリュー投資のシーズンですけども、また変わってくる可能性がありますよね。そ人気は、ね、バリューとかね、そういうものがなくなってくれば、今度はまた成長株に移るってことになりますので、まあそれがね、まあどん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 ローテーションが起こってるってことになります。 あとはね、えー、この先物なんですけども、ニューヨークダウがね、えー、昨日金曜日ですかね、えー、プラス360ポイントってことかで結構大きく上がりましたね。まあ、インフレ懸念がね、下がって、長期金利も下がった。今現在ですよ僕はこの収録する時間ですけども、あとはね、えー、まあコロナに対するね、えー、まあ、ワクチンがね、普及して、まあアメリカ経済もまた上がっていく。あともね、 この番組でお伝えした通り、FRB のね、交換とかリーダーたちがね、今、引消しに入ってますよね。まだまだやっぱ2023年まではしっかりやっていく雇用回復までは、まだ雇用まで完全に回復してないのでアメリカはね、えー、しっかりと景気対策やっていきますよということで、なんとかね、引消しに入ってましたので、これで先ほどもね、プラス414ポイントとなりましたので、さてこの後ね、来週がどのぐらいの形でね、日経が盛り上がるのか、これも人気なので、 もしくは盛り上がらずに、どん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 ね、個人投資が引いていくのかと。まあ、そのね、瀬戸際になってるんじゃないかなと思いますが、まあ僕はね、買いホルダーですので、えー、ひたすら買っているということになります。であとはね、えー、それらを踏まえて、引け子にですね、広く一般に講示された実際の決算の中からですね、今回も、こう、決算、講材料ですね、開示された順番でお届けしていきたいなと思っております。ただね、 この番組は技術を習得するものでありますので、あとは皆さんの自己責任ですね、自己判断、自己タイミングで、えーね、判断していただきたいなと思っております。それでは。 行ってみましょう。今日はね、結構本当に冒頭の発想より、お宝級のねえ、情報になると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思いますで。まずはね、三井住友フィナンシャルグループですね。8316になります。こちら銀行株の代表株ですね。メガバンクになりますが、えー、まあ今ね、三井住友銀行とかね、グループになってますので、えー、日光証券とかね、あとプロミスなどがあります。で、現在ね、経営の効率化を結構進めている会社になりますね。どういうことかというと、まあ分かりやすく言うと生産性ですよね。 経営のの効率化ってことなので例えばね、もう不採算店舗って言います。まあ銀行にとって不採算店舗なんかないんですけども、まあサービスを多少ね、低減させてでも、駅前のね、 え、ATM だったりとか、まあ、あの、窓口ですよね。これらを削減しています。多分ね、メガ,ガバンク系で一番やってるのは、この三,三井住友ですね。だからねあのー、僕のね、会社の周りでも、一が、一が駅とかね、あの、もうなくなっちゃいましたね。あのー、窓口がえ。結構そうした統廃合がものすごく早い。これは三菱 UFJ もそうですし、おそらくね、みずほもそうなってくると思いますが、 もう今後ね、えー、やっぱね、あのー、銀行系はどこと戦ってるかというと、もうデジタルですよね。えー、SBI 証券とかもね、今後銀行とかに手を出してくる可能性もありますし、え、セブン銀行とかね、あとはね、ネットバンクとかありますから、やっぱりこれ、人対人っていうのは非常にまあ、人件費もかかりますし、場所たまかかるので、まあ利益率が低いんですよね。だ今後そういった意味では利益率を高めるために、そういったね、デジタル対デジタルと。あともね、仮想通貨、ビットコインもね、仮に今後その通貨としてね、ある程度その、 幅を利かせてくるとね、やっぱり銀行系にとってはダメージが大きいんですよね。まあ、でも利権が絡んでるとね、これはね、あの、おそらく、そう一筋縄ではいかないんじゃないかなと思いますが、利権問題なのでね、えー、そういった意味では、ただまあ、その辺がね、どん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 その仮想通貨とかが、一般的な通貨みたいな扱いをされてくると、現金を扱ってね、日銀の参加としてね、やってるこういった会社はさらに厳しくなるということになります。ただね、ここに来て業績がね、えー、17、 パーセント増ということにな,るなってます、ね。21年度3月期のですね、最終利益になりますが、で、まあ、あの、非常にね、えー、良い決算になってきたんじゃないかなということで、まあ、ご紹介しました。こちらホームページですね。あとはね、えー、三井住友はね、結構電通とね、あのー、まあ、シナジーって言いますかね、ジョイントベンチャー、ドインジョイントベンチャーに近いのかな。まあ、 小会社を作ったのジョイントベンチャーとしましょう。ジョイントベンチャーっていうのは、えー、お互いがね、えー、まあ、あの、業務提携するときに、じゃあね、株式で、例えば40、60とかね、50、50で持って、会社を作るんですよね。で、その会社で、その新事業とかね、新サービスをやっていきましょうっていうのをジョイントベンチャーと言います。で、これで出た利益はその、えー、持ち株によってね、その利益の配分をしていくんですけども、電通とかは好きですよね。 あの、こういったジョイントベンチャーたくさんやりますので、まあね、あの、本当にたくさんあるんですけども、電通が持ってるジョイントベンチャーって、まあ、こういった形でね、えー、やって会社を作ったと。で、これ何やったかというとね、えー、広告新会社ってことで、まあ、銀行アプリに広告表示をさせるというね、えー、サービスをやったりとかしてます。結構、三井住友っていうのは、えーまあ新 企業とかね、新展開を結構早めにやってる会社ですね。ただ僕はまあの、悪口じゃないですけども、その分でサービスの質をちょっと落ちちゃったんじゃないかなっていう懸念はありますね。僕、あのね、えー、三井住友も,もちろんね、ギ、あの、メガバンクの一つ、あと三菱友人ももちろん使ってます。これ2社、2つはね、えー、使ってますが、なんかね、窓口のサービスが非常に良くないんですよね。本当に怒ったことありましたね。えー、ね、あの、ちょっとあの、早く続いて何言ってるかわかりませんけども、みたいな。 ああみたいな。ちょっとあの、そんなに、どん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 手続き進めないでくださいと。こっちは確認しながらやってるんでね。って言って、怒ったことありますね。窓口のあおばちゃんになりますけども。まあ、めったに僕怒んないんですけど、あまりにも、その業務効率化ばかりを、その、やりすぎてね、早口何とかよくわかんないし、そのね、あの、振り込み手数料を、その、手帳、口座から引き落とすのか、現金で払うのかさえ、早口で聞き取れなくて、気がついたらね、 え、もう、あの、口座から引き落とすことになってたりとかってことがあったんですよね。これちょっとね、知ってる人だったらあれですけど、ちょっとナンセンスって言いますかね、ちょっと考えられないことなんですけども、それですごい怒ったんですけども、さすがにね、あの、あの、まあ、銀あの、銀行のね、そのリーダーって言いますかね、責任者を呼んでくださいまで、そんなことまでしなかったんですけども、ちょっとなってないんじゃないですか、サービスがってことは話しましたね。そんなかね、あの、三井住友さん、もちろんいい会社ですけども、えー、今はね、チャートを見ますと、3000円からね、4200円ってことで、 ま、1.5倍株ぐらいになった後にね、今ちょっとおしめになってます。このね、急落によってね、また3000、あの、でもここからね、3900円からまたね、えー、元のように戻してくるというふうに期待するんであれば面白いかなと思いますし、まあ、5年チャートで見るとね、えー、3年前のね、5000円に対してはまだ、えー、ホワイトスペースがありますので、まあ、ここから銀行、メガバンキ系も他のね、セクターも含めてですけども、えー、こ,こからまたね、えー、業績回復ということで注目されると、そう期待する投資会というのは面白いんじゃないかなと思っております。で、続いてはね、富士マックになる あります。5965ですね。で、こちらがねえー、まあ、厨房設備のね。あの機器メーカーになってますね。 で、まあ、この後写真見せますけども、まあ、外食とかホテルとかのね、大型設備に強みを持っています。まあ、リースであることが結構多いんじゃないかなと思いますね。こういった飲食券はね、えー、リースで、まあ、ね、えー、各店舗、特にね、ラーメン屋さんとか、まあ、あの、よくあるね、皆さんの周りになるような商店街のレストランなどは、えー、基本的にはリースになっています。で、紙形状ね、3.8倍情報修正ということで、まあ、結構いい決算内容なんじゃないかなということでご紹介しました。でね、えー、従来予想ね、1.3億円から5億円ということになってますので、まあ 結構インパクトが大きいんじゃないかなと思います。こちらがね、えー、実際のホームページの、えー、決算短信見ればね、誰でも見れますので、ぜひ確認いただきたいなとは思っております。でこうやってね、えーた、大容量パン、パン、パンとかね大容量、大容量のフライパンとかね、パン、パパン、パン、フライパンみたいなね、まあそういう形でいろんなね、厨房機器をやってる会社になります。まあ結構業績落ちそうですけどね、コロナによってね、えー、各ね、あのそういった厨房機器などのね、 え、おろしとか、まあ、その、売り上げもね、えー、まあ、販売ね、営業の販売もなんかこう、滞りそうなんですが、むしろね、一点数上げてくるっていうのはなんか理由があるんですかね。僕は、ね、あの、もちろん飲食店のね、コンサルティングとかやってますけども、結構どこも苦しいですけどね、飲食店系はね、あの、 どちらかというと休業でね、もう会社、あの、お店をクローズしてるっていうね、えー、結構そういった会社も多いので、売り上げ上がっているようはね、もし詳しいことが、方がいたらね、このセクターとかね、えー、業界内でね、ぜひコメントで逆に教えていただきたいなと、僕も日々勉強中ですので、思っております。まあビジネスもね、コンサルティング会社を経営してますので。でね、売り上げはね、あの、ずっと右肩上がりで、まあ、やっぱり20年ですね、危機を出したのかもしれないですけどね、えー、大きなね。で、ここで、やっぱコーナーの時に大きく下がって、また売り上げを回復、 回復傾向になりますねで、赤字はそんなに転落しなこいこでね、3.8倍ってことなので、まあ、大きくね、急回復するということになってますが、まあ、前年比に比べてっていうことなのかもしれないですね。そこまでちょっと詳しくごめんなさい。読めてないので、ってことになっております。で、1年チャートで見ると、600円をね、850円ということで、えー、約1.4倍株ぐらいですかね。で、今ね、横横横横、一旦ね、えー、ちょっと押し目になって横横横横ってなっている形になってますね。で、5年チャートで見るとね、 今ちょうどこのところにありますが、まだまだね、えー、前回この4年前の高値に比べると、2倍近くね、えー、まだ下値になるというふうにも見えますよね。で、この決算内容がね、まあもちろん決算が期待外れというふうに評価されると、ドーンと下がりますよね、今ね。えー、そういった意味では、3.8倍とか3.6倍でしたっけまあこれがどのような形で、ね、月曜日以降、その市場に評価されるかっていうのは気になるところですけども、 若干なんか押して終わってるので、もちろんね、早めにこういった情報掴んでる人たちもいいると思いますので、もう押して始まっているので、まあ一旦様子を見てからね、押し目を拾ってもいいんじゃないかなと。で、この番組は別に、決算を出た順でご紹介してますが、いい決算とかね、テクニカルを含めてね、あの別に今日出た情報を別に明日動く必要は全然ないですので、だいたい監視メーカーに入れて、で、こういった急落とか、皆さんのタイミングとかね、えまあそういったところで、まあモニタリングしながら判断していくというのがいいんじゃないかなと思っております。 銘柄た、ね、高千お公益だと思いますが、2676ですね。これ、独立系のね、技術商社になって、まあ、高い評価を受けてる会社なんですよ。で、万引き防止装置とかね、あと万引きも結構ね、書店さんとかね、 経営を苦しめるね。えー、非常に、ま、ああの、やってはいけないことなんですけども、薄利多倍なのでね、特に書店さんとかね、文教堂さんもね、丸善さんも、万引きされると非常に苦しいんですよね。で、そういったね、あの、防止用のシステムとか、まあ、デバイスなどを展開するということになっていますで。こちらね、紙形状1一点増益して上振れして、今期は19%増益と。で、まあ、従来予測のね、7億円を上回って、えー、 現役をね、現役予測だったんですよね。一転して増益等なので、まあ、結構強い決算なんじゃないかなと。またね、えー、来期以降ですかね、また、さ、え、ら、ー、にね、売り上げを伸ばしていける、そんなね、期待が、まあ、あの、会社から発表されてますので、まあ、注目の値するんじゃないかなと。で、これがね、ネットワーク系ですね。デジタルネットワークのセキュリティですね。セキュリティとか、今、セキュリティもね、問題になってますね。サイバーテ,テロが非常に多いですよね。えー、身の代金を要求されと。まあ、ロシア、中国、北朝鮮、このあたりが動いている可能性ありますが、まあ、その辺でもね、 えー、サービスもやってるんであれば、あの、面白いかなと。で、監視システムとかね、商品監視とかね、AI 自動販売とかね。えー、で、まあ、オリンピックはやるかやらないか別にして、もしやるんであればね、こういった、まあ、システム、サービスというのも、需要が高まってくると思いますので、えー、非常にね、えー、まあ、もしかしたら面白いんじゃないかなと。で、映像解析 AI ソリューションですね。まあ、こう、引っ張ってね、映してね、あ、この人犯人と。<laughs> 犯人って言っちゃあれですけども、あ、この人ね、やばいとかね、あ、この人おかしいとかね、この人ちょっと注目みたいな形 でで ai でパパパーってこう分析するとこれで非常に、あの、技術力を持ったのは中国ですよね。中国共産党なので、まあ、いい悪い別にしてね、やっぱりその、 なんですかね。この国家を統制するってことに関しては、ものすごくエネルギーとお金、コストと技術を使ってますよね。なので、まあ、例えばね、えー、共産党に反対する人がどこに移動するかっていうのを全部 AI でパパパパパってね、映像解析で分かるっていうね、まあ、こういった技術を持ってます。まあ、分かりやすいけど14、14億人全てを監視してると、AI とね、映像技術でね。まあ、こういった解析技術です,技術ですね。でも、それに似たようなことをやってるっていう、似たような技術を提供するっていうのがこの会社になってますね。で、売り上げを見るとね、まあ、ここに来てちょっと微増で、 で上がってます、ね、これ、オリンピック効果もあったかもしれないですけどね。あとは、えっ、ー、と、赤字になったことも今のところね、直近ありませんし、まあね、利益率もね、また上がって、右肩上がりで上がってきてますので、 あとね、そういった意味では、まあ、皆様ね、実際に調べてみて面白いんじゃないかなと。まあ、自己資本支率も高いですね。で、チャートの方ですね、気になるチャートのところなんですけども、まあ、900円のところからね、ここを下値にして、今ね、1300円ということなので、1.6倍ぐらいに上がった後、一旦ね、また、1100円まで押してます。まあ、押し目になってますよね。まあ、この押し目買いがまず面白いんじゃないかっていうのが一つありますし、まあ、これもね、えー、今回有料級て話をしましたが、まあ、15年チャートで見るとね、 え、ちょうどね、えー、またこう押して、ただね、えー、前回の4年前の高値に比べると、まだね、えー、かなりホワイトスペースもありますし、えー、これがね、面白い、高計算が出たばかりなんで面白いんじゃないかなと。ただもちろんね、押してくる可能性があります。1000円、900円って形でね。大そらくね、えー、なんて言いますか押し目待ちをしてね、えー、押し目を買っていくっていうのも面白いかもしれないな、ということでご紹介しました。で、次のがね、ダスキンですね。ダスキン大好きダスキンみたいなね。えー、今日ちょ,ちょっと今日ね、 ちょっとテンション高いんですけども <laughs>、清掃用具のね、レンタルももちろん、もちろん皆さん知ってますよね。えー、例えばね、モップとかね。 えー、そういったものをその提供している会社になりますね。で、フランチャイズで、これ知らない人いるかもしれないですけど、ミスタードーナツは実はダスキンが展開してるんですこの後話しますけど詳しいことは、えー、してます。で、今ね、モスフードとも提携したりとかして、あの、いろいろね、えー、飲食事業の立て直しを図ってるっていうのが、このダスキンになりますね。で、今計上10パ13% 0 1増益で10円増益いうことなので、まあ、結構面白い、えー、まあ、決算内容なんじゃないかな、ということでご紹介しました。 でねあの、ミスドはね、もちろん僕は知ってましたけども、コンサルティング会社の経営者でもありますし、やっぱりミスド、ね、をスキンが、その会社の、ね、え一部として、まあ、日本にそのドーナツを広めた、ドーナツ。ね。 広めたんですよね。で、もともとね、ミスドと、ダンキンドーナツと、この、二強で争ってたんですよね。日本のトップシェアをね。で、ダンキンドーナツっていうのは、実はアメリカのトップシェアなんですよ。日本とは違うんですよね。で、ダンキンに逆にね、えー、アメリカの場合はね、えー、ミスドが買収されて、もう、ダンキンだけの世界。まあ、もちろんいろんなね会、会社ありますけども、ダンキンがトップシェアになったんですよね。一方で日本はその逆で、ミスドがね、ダンキンを食ってね、えー、トップシェアになったというのが、この、 えっと、日本の現状です。これ何僕はね、昔読んだ本だと、確かね、えー、ダンキ金ンがミスドで、その、あ、じゃあ、断金が、その、他のね、商社だと、伊藤忠かどっかの商社だと、ごめんなさい、詳しく、あの、覚えてはないですけども、ダンキ金ンが商社で、えー、ミスドをね、えっ、ーえー、と、 ダスキンですね。ダスキン。ダスキンが、えー、やったと。で、やっぱりね、商社系は本気じゃなかったんですよね。えー、やだな、みたいな。こんなね、あの、ドーナツ事業なんか、えー、は、とっとと売り飛ばしたりとかすればいいのに、とかね。まあ、こんなね、やってられないよ、みたいなことを、確かね、こう、聞いちゃったんですね。あの、ダスキンのね、あの、その、ドーナツ事業部はね。で、彼らは本気なわけですよ。絶対にやってやると。あなんとか日本でね、俺たちは勝ってやると。 で一方で向こうは本気じゃなかったと。っていうところに、もう、もう勝敗があったというのが、えー、確か僕は読んだ本には書かれていたと思いますね。で、彼らはもう燃えたわけですよね。こんなね、いいことを言ってる、あのね、勝者の人たちに、勝者がどうかごめんなさい、わかんないですけども、えー、絶対に負けないっつ言って、えー、戦っていって、で、最終的にはね、えー、断金を食って、えー、ミストが、えー、ね、トップシェアになるんですけども、まあ、ダースキンのね、ミスタードーナツの戦略、マーケティング戦略もやっぱり、 あの、秀逸でしたよ。ね、好感度の高いタレント、ね、えー、もう、あれでしょっあの、彼ですよね、えー、ミスタードーナッツとね、 と,ところジョージさんですね。とかね、景品戦略ですよね。テレビ CM を含めたね。この辺のマーケティングは秀逸だと思います。今でも、ね、あの、いろんな会社が真似してる戦略ですよね。あとね、えー、この、武蔵野ですよね。も誰もがね、経営者だったらもう知らない人はいないでしょこの武蔵野の小山さん。18期連続売上増とかで本バシバシ出しますけども、僕もね、えー、この武蔵野にね、1回だけ行きました。あの、そのセミナーとかね、えー、バスでこう連れてかないんですよ。 で、あの、経営の神様って言われてるんですけども、まあ今はね、賛美両論あると思いますが、えー、そういった意味ではね、この方もダスキン事業、まあフランチャイズでね、フランチャイズでダスキン事業で、まあ売り上げを伸ばしていった会社の社長になってますね。まあ経営者だね、誰でも知ってる武蔵野になりますね。まあそういった意味ではちょっと余談長,長くなりましたが、売り上げはね、まあそんなに伸びてないダスキンね、まあ市場がちょっと国内、もうもう頭打ちかもしれないですね。で、今後は海外ちょっと展開する必要があるかもしれないですけども、 ただね、フランチャイズ事業と、やっぱりそのリース事業がメインなので、まあ、売上赤字にならないですね。赤字にならないとやっぱ強いですよね。別にまあ、上場企業というのはもちろん拡大再生産が宿命なので、売上というのは右肩上がりでいないといけないというのが、まあ、宿命あの、になるんですが、まあ、赤字にならないっていうのもね、非常に大事な、まあ、引きつかるとして経営を母体を持っているってことになりますので、まあ、いいことだと思いますね。で、一年ちょっと見るとね、 まあこうやってきてね、ダスキン、ダスキン、ダスキン、ドーンみたいな形で、今ね、非常に押し目になっているんですね。これもテクニカルね。まあたまたまもちろんね、今回まあいい目から、いいテクニカルのものをね、結構集めたつもりではいるんですけども、まあそれがね、えー、元へに行ってこいになっていると。これ行ってこいって言うんですかね。えー、前回この1年チャート見た場合の安値からね、ちょっと上がって、まあレンジであることも面白いですけどね、かなり綺麗なレンジですけどね。うん、結構取りやすい。だからこう、スイングトレーダーとかは、も、ま、う、あ、これね、あ 超なんか美味しいメロンみたいなね、ええー、いう形で見えてるんじゃないかなと思いますが、こういったね、うねりって言いますかね、スイングがこう、綺麗に出てるものっていうのは、で、ここで買って、ここで売って、ここで買って、ここで,っここで売って、もしくはね、ここで買って、これ繋ぐって今後繋げのね、戦略もお話ししていきたいと思いますが、でね、買いを保有したまま繋いで、買いを保有したまま繋いでってやれば、まあ、二重で取れますよね。二往復取れるので、まあ、ね、利益は倍になりやすい。まあ、繋げの場合はね、1.5倍ぐらいになりやすいと。これでね、土店ってね、カラ入れれば、まあ、2倍になりやすいと。 いうので、まあ、こういった、まあ、チャートの動きがね、綺麗に出てるものというのは面白いかなと。しかも、こう、今行ってこようになっているので、面白いんじゃないかなということになってます。まあ、5連チャート見るとね、えー、まあ、その、ここの連人を取ることになるので、まあ、それはね、あとは皆さんの判断になるかなと思います。あとはね、えー、こちらが、最後の銘柄ですかね、中央魚類。魚類だと思うんですけどね、8030になりますね。で、こちらね、えー、国内トップクラスの水産のね、えー、まあ、要は、卸販売ですね。 で、市場内取引が多いといだ、豊洲のね、えー、取引額トップということになっております。で、全形状ね、1点増益で上振り着地して、まあ、今期5%増益の10円、10円増配等なので、まあ、面白いんじゃないかな、ということでご紹介しました。まあ、舞台は、豊洲へ、みたいなね、えー、舞台は、 ね、えー、まあ、いよいよね、豊洲になっているとは思いますが、結構豊洲もね、このコーナーによってね、観光客がストップしたりとか、まあ、なかなかね、えー、事業体そのものとしては、結構苦しいとは聞いてはいますけどね。で、これはね、売上げっここにダウントレンドにはなっていますよね。えー、ここもね、ダウントレンドになってますが、まあ、ここに来てまたちょっと回復してきてるというのが、まあ、昨年度に比べてだと思いますが、まあ、面白いんじゃないかなということでご紹介しております。で、一年チャート見るとね、まあ、ずっと順調に、まあ、あの、まあ、順張りで ですよね、こう上がってきて。 これでてちょっとおしめになってるっていう形になってます。なので、このおしめを取りやすいと。そう判断する投資家がいたら面白いかもしれないですね。今、この部分ですね。なのでね、えー、そういった形で、あとは皆さんの方でね、実際にそのチャートを見てね、皆さんの心理眼を養ったりとか、まあ、皆さんのタイミングでね、考えていただきたいなと思っております。今日もこういった形でね、生きたのは、まあ、あの、銘柄をご紹介しましたが、まあ、月曜日はね、えー、まあ、強いく含んでくるんであれば、まあ、結構ね、えー、まあ、投資家にとって、各投資家にとってはね、結構着物入れ所かなと思っております。僕もね、えー、気をひしめて、 え、展開をね、えー、しっかりと掴んでいきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、あとそうですね、つなぎのやり方ですね、これは必ず今日明日中にはお届けしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、高速で、GO!